タイヤ任しで、レープのラインをレザーでぼかしていく、方法をお伝えします。これビリーザブートキャンプみたいな方法でやっていくんですが、コームとレザーを交互に回してやっていきます。どっちかというと技術っていうよりは見せる技術に近いんですけど、そのままフォームとレザーを使ってネープのところを、シェイプさせていきます。僕はこれビリーザブートキャンプ、ビリーって呼んでる技なんですけど、あんまり正直使わないです。本当にくせ毛の人だったりとか収めたい時だけに、使う技です。レーザーの刃もあまり切れる状態でやってしまうと引っかかって痛いので、ちょっと少し切れなくなったぐらいの方が合います。これはビリっていう技です。